ヨーボール周辺でお買い物中の皆様、おはようございます。ご直行中の皆様、そしてイオンモール、お買い物中の皆様、おはようございます。私、地元でお世話になっております西国市元県庁は、佐藤修一でございます。本日はこの場所をお借りいたしまして、お伝えをさせていただきます。最後までご協力お願い申し上げます。皆さん、私、佐藤修一、ガツンと県政に物申し、そして何があっても心配するな、そう言える広島を皆さんと一緒に作ってまいる所存であります。さて、皆さん、あさって安倍晋三さんの国葬が迫っております。正確には国葬儀ということでありますが、非常に反対の世論も強い、そういう状況にあります。法的な根拠も不十分、国会でも諮らずに、決めてしまった。そしてまたこの国葬に対して、私たちの湯崎知事も参加をする、あさって参加をするということであります。あさっての国葬に湯崎さんも、私たちの広島県知事湯崎さんも参加をするということを決めてしまいました。皆さん、今広島県議会が開かれております。コロナ対応、あるいは先日は台風によりって、この広島県内でも被害がありました。そういった方の対応、これしっかり県議会で、話し合っていく。湯崎さんも、それに、委員会、その日27日には委員会があります。そういったところに、湯崎さんも出席をする。そういったことの方が優先されるべきだったのではないでしょうか。議会中に、しかも災害とか、そういう台風とか、そういう被害も広島県内で発生した中で、わざわざ、東京まで議会中に行かれる、これが本当に知事として正しい行動なのでしょうか。また広島県民の総意として、じゃあ安倍晋三さん、国の総意、もちろん亡くなられたことについては、もちろんお悔やみ申し上げます。どなたが亡くなられても、それは悲しいことであります。しかし、じゃあ、国葬という形で、特別に持ち上げる、これが広島県民の総意なのでしょうか。私はそうは思いません。皆さん、例えば、思い出してください。4年、8年前には、この安佐南区で、大きな災害、水害がありました。私も当時東京に戻ろうというふうに思っていた時であります。これはいけん。やはり広島をなんとかせにゃいけまということで、急遽東京に引っ越すのを中止いたしまして、この広島へ戻ってきたわけであります。一方で、当時総理大臣でありました。長いですね。もう2014年にも、まだもう総理大臣を安倍さんはしておられました。彼はその日、もう大きな被害がこの安佐南区で出ているというのはテレビでガンガン報道されている中で、ゴルフに出かけられた。あるいは4年前は、この安佐南区はそうさほどでもありませんでしたが、隣の旭田区、あるいは近隣で言えば秋区や坂町、あるいは熊野町、呉市、こういったところで大きな水害が見舞われました。そういった時に、あの安倍さんはどうされていたか。
民党の幹部の皆さんと赤坂で宴会をされていた。いわゆる赤坂自民邸と皆さん検索をしてください。そうすると出てきます。この広島が大きな水害に見舞われている時に宴会あるいはゴルフ、まあそういう危機管理、もう非常にまずい危機管理されていた。言ってみれば広島県民のためにではなくて、まあ、国民のためにではなくて、まあ、広島のためだけに働けとは総理大臣には申しません。しかし国民が大きな被害に遭っている時に、じゃあゴルフあるいは連日のように宴会、まあ、こういった方に、じゃあ総理として広島県民の総理として、じゃあ国葬するような対象として持ち上げられるのか、私はとてもじゃないけど持ち上げられないと思うわけであります。実際に私もボランティアの現場に何度も入りました。4年前の水害の時、多くの一緒に被災者の皆さん、あるいはボランティアの皆さん、別に総理大臣に来てもらってもありがたくないよ、まあ天皇陛下が来るんだったら別だけど総理大臣はに来られても、別に警備が関係で、まあ、作業が中断してこれは大変、迷惑なだけだ、まあそういうことをおっしゃって口々におっしゃっていました。まあ総理大臣と安倍さんと言ってもその程度のものなんです。それを国葬というのはこれまたいかがなものなのでしょうか。そのことを皆さん、まあ、広島県民としても考えていただきたいと思うのであります。そして、まあ、そういった方、そういった国葬に、私、地元でお世話になっております介護福祉士元県庁マン、佐藤修一で、ございます。ありがとうございます。佐藤でございます。地元でお世話になっております。佐藤修一でございます。伊崎さんには国葬に参加をするなということを、強く私、佐藤修一、元部下、県庁職員として、元部下として強く、本日は申し上げたいと思います。全く、まあ、広島のが大きな水害、まあ、この浅見区もそうですし、近隣の旭田区や、秋区、坂町等が被害に遭った4年前におきましても、全くまずい、危機管理、まあ、こういった安倍さん、広島県民として持ち上げられる対象であるか、私、佐藤修一は全く持ち上げられないというふうに思うわけであります。まあ、もちろんそもそも人の死は平等である、人は平等であるということから、まあ、国葬そのものが憲法違反である、もうこういう議論もあります。私も佐藤修一もそう思いますが、もう一点、やはり広島県民の総意として、じゃあ安倍さんをそんなに持ち上げられる人かという問題があります。そしてもう一つ、安倍さんがこの安佐南区でやらかした大きな問題があります。もちろん皆さんご存知の通り、河合案里さんの事件であります。河合案里さんの事件では1億5000万円が自民党本部から、この案里さんのサイドに、配られたわけであります。こんにちは、私佐藤修一も実は、まあ、自民党の方にも、友達というのはいます、まあ、その方がおっしゃるには、いや、あの 1.5 億円はどうせ安倍さんだが持ち帰ったに違いない。